の使い方なんですけれども、これがリールと言います。リールに竿なんですけど、このリールのところにクラッチというボタンがありまして、これを押すと、乗ってもらっちゃっていい？3本1本で乗ろう。こっからのが一番上。たらしんちゃんそっちちょっと手取って、でコウスケちょっとそこ場所開けて、真ん中も同じピンクの糸がついてるものが、これも疑似餌で、3番目の針がこれパイプがついてるんですけども、まあこれも疑似餌で、3本とも疑似餌で今日はやっていただきます。で必ず投入するときは船長の合図の後に投入するようにお願いします。でそれくらいなんですけれども、とりあえずいいですか、巻き方トップまでは。あで時々ポイントを変えるために移動するんですけれども、移動するときと、あと魚が釣れたときね、この移動するときと魚が釣れたとき、上に巻き上げるときは必ずこの天秤を水面で止めるように、水面で止めないで上まで巻いてしまうと、竿を立てたときにこれが取れなかったり、針が中台になってしまってどっかに刺さったりすると危険なので、必ずこの天秤は水面で止めて、水面で止めてこの天秤を掴んで置くようにしてください。とりあえず以上。航行中は、あと航行中はくれぐれも立ち歩かないようにしてください。でもう一つなんですけども、船に船酔いよくされる方とかいらっしゃいますよね。でもし船酔いされたら、この前とか後ろにキャビンがあるんですけども、キャビンには入らずに、トイレにも入らずに、ここの上で仰向けになって寝るようにしてください。もし気持ち悪くなったら、気持ち悪くなったら海の外にはめようしてください。質問とございます。釣れた魚は何も血を抜いたり首を折ったりせずに、そのままあそこの発泡スチロールの中に入れてしまいます。はい、針から取るのは その他に何か質問はございますか？どんなことでも。大丈夫ですね。じゃあ本日の船長をご紹介いたします。